あ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。聞こえますか？始まりました。生配信。いきなりですけども、生配信です。今まで日本放送にいたんですけども、日本放送を出て、自宅に帰ってまいりました。今日も一日長かったです。知りたがりから始まって夜の日本放送までずっしりずっしりお仕事してきたんで、バブを入れてあったかいお風呂に浸かりたいところですけども、その前に生配信です。今日はですね、もう生配信見てる人はよくご存知だと思いますけども、ジュアル KB というですね、僕バンドやってるんですけども、弟がね、そのジュアル KB がですね、毎週木曜日に恋する木曜日っていうツイキャスでラジオをやってたんですけども、それをですね、アルバムが発売してるので、今宵はこのアカウントから始めたいと思います。 JRKB の恋する木曜日、特にアタックコーンはございません。JRKB の恋する木曜日始まりました。JRKB のボーカルハデルです。10月10日にですね、アルバムが発売されまして、こちらのV というアルバムが出たんですけども、こちらのアルバムの中からですね、まずは今日なんか浜田さんの番組のエンディングにもなってたっていうツイートをね読んだんですけども、まずはそのエンディングの浜田さんの番組の新番組のエンディングにもなっているデッドロックから聞いていただきたいと思います。どーん。I don't wanna cry anymore.
はい、ということで聞いていただきましたけども、なんでしょうかね、今日音響の方があんま良くないんですかね。聞こえますでしょうか。ジュアル KB でデッドロック聞いて、その後今立て続けにこちらのアルバムのですね1曲目に入っております積極的受動人間という曲を聴いていただいております。もうね CD を手にした方もいらっしゃると思いますけども、また積極的受動人間は後ほどゆっくりと聴いていただきたいと思いますが、今日はですね僕一人で生配信今してるんですけども、ジュアル KB の恋する木曜日、ちょっともう今家に帰ってね落ち着いた感じでちょっとポン1行かせていただきたいと思います。朝日のスーパードライ、ちょっとね今日も仕事頑張ったんで、頑張ったあなたへ朝日スーパードライ、いただきます。では乾杯乾杯。別に CM とか狙ってるわけじゃないですか。くー聞くー、どうしてもね聞くって言いたくなっちゃうんですよね。うわー、やっぱりいいですね仕事終わりのビール、やっぱドライが、ドライがこの喉にカーッと流れ込んで聞くー美味しいです。さあそれではですね、もうメンバーがですね、本日はジュアル KB のメンバーが街に繰り出しているということで、お電話の方をつないでいきたいと思うんですが、またねメンバーちゃんがどこに行ってるのか、まずはですねリーダー呼び出してみましょうかね。リーダー、この時間ですからね人がたくさんいると思うんですよね。リーダー、リーダー、リーダーに電話しちゃろね、リーダーに。聞こえるかなみんな。はい、シーモ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 、どちらですか今。今ね、終わってスタジオに打ち合わせしてました。え、まだ。はい、そうなの。あ、でも、うん、俺と団地はここにいますよ。あ、そうなんだ。うん、え、エディとかは？ここはなんか出ましたよ。あ、もう出ちゃった？もう、ジュアル KB の恋する木曜日やってますけど。やってます？どこに、ハデルの家に行けばいいですか？いや、僕の家に来られても。それはどういうことですか？もう最近ちょっと、ハデルからの電話にビビってるんですけど。あ、そうですか。なんか、変なことやらされるから。うん、今日は大丈夫です。ジュアル KB の恋する木曜日なんで、ね、そういうなんかコンビニにコンドームを買いに行かせるとかそういうことはないんで。そうですよね。はいはい。でもまあ、じゃあお疲れ。車ですよね、ま、僕は車ですよ。最終的にじゃあこっちに来てもらおうかな。はい、行きましょうか。はい、だって恋する木曜日の日ですから。そうですよね。ええ、全然行きますよ。その前にそこ初台ですよね。そうです、初代のノアですもんね、俺たち練習して。そうですね。僕、今、ラジオでプロモーション活動行ってきましたよ、日本放送で。あ、ありがとうございます。なんか、森若さんと。ゴーバンズの森若さんですよ。すごいよね。めっちゃ可愛かったよ。で、めっちゃ CD を、アルバムを聴いてくれてたらしくて。あ、嬉しい。マジで。で、なんも情報を一切、その JRKB っていうのは初めてだったから。うん。何にも情報入れずにとりあえず聴いたんだって曲。
アルバムを1曲目から8曲目まで。そしたら1曲目と8曲目がいいっつってた。うわ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 。でたまたまそれジュアル KB のオリジナルの方なんですよっつって。そうなのよ、私もびっくりしたのよっつって。マジで、うん、すげえ嬉しい。で積極的受動人間をすごく褒めてくれましたね。よかったね。今度ライブにもお誘いしたいですね、森若さん。ぜひぜひ来てほしいですね。ねえ、そんな森若さんもですね、うん、手にしたこちらのジュアル KB のですね、うん、V というこのジュアル KB のニューアルバムをですね、はい、今から。ダンチもいるんだよね、そこ。ダンチもいますよ。あ、ちょっと変わってもらっていいですか。ちょっと待ってくださいね。あ、もしもし。あれ、もし、あ、もしもし。もしもし。もしもし。もしもしもしあれちょっとあれかな。もし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 。はいはい、もしもし。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 もしもし、聞こえてますよ。こっちも聞こえてますよ、ずっと。お、聞こえてるんじゃねえか、てめえ。しつけえなー。しつけえな、お前しつけえな、ほんとに。ほんとしつけえな。ほんとにしつけえな。俺で人生の何分使ってんだ、あんた。ほんとにしつけえな、お前。ほん本当にしつけえよ。本当にしつけえな。本当にしつけえな。おいおい、本当にお前しつけえな。おい、しつけえんな、てめえ。しつけえな、本当によ。今、プロモーション活動行ってきましたよ、日本放送に。あ、お疲れ様です。ボーバンズの森若さん、すっげえ可愛かった。はいはいはい、ねえ、うん、若いよね。若い、48歳。ババやないか、ね、おい、そんなこと言うんじゃないですよね。いやでも全然48歳には見えないぐらいお綺麗でした、ね、去年一緒に森若さんと、うん、映画の撮影やらせてもらったんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。その時にご挨拶させてもらって。へえ。褒めてくれてたよ、ジュアル KB のこと。あ、本当に。うん、全部聞いたよっつって。あ、そう、うん、ライブ来てほしいね。ねえ、誘って、うん、ね、うん、また誘ってください。はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございます、うん、またなんなんだ、まとめんじゃねえかね。いや、まとめちゃいけないやつだっけこれ。そうですよ。今から渋谷の街に行ってですね、ジュアル KB のその CD が出たことをですね、まだ今日人がたくさんいますから、2人で今から行ってきてもらっていいですか。 あ、これ渋谷地か。恋する木曜日ですよね。うん、あれ、え、渋谷の方がいいの。なんで。いや、今スタジオだから、もしあれだったら新宿だったら近いかなって。渋谷の方がいい。まあ、家は俺は渋谷の方が近いけど。知らんし。渋谷にします。新宿行く？まあでも渋谷でもいいですよ。今日はスカート履いてないんで。あいつらどこ行ったの？AD と秀樹は。は先に出ましたね。もしかしたらあれかな、スカルシット行った。なんか先出て、俺は竹岡さんとかで。スカルシット行っちゃってる？だったら渋谷だね。わかんないけど、マッツと一緒に出たから。あー、じゃあ渋谷っぽいな。もしかしたらそっち方面かも。じゃあいいや、そのジュアル KB のジジイ2人がさ。あれがジジイ2人なの？誰もジジイ2人。ジュアル KB のジジイ2人が新宿に行ってもらっていい？だから誰がジジイ2人なんですよね。もしもし。はいはい。あ、ジュアル KB のジジイ2人が新宿に行って。聞こえてんだてめえ。もしもし。もしもし。ジュアル KB のジジイ2人が新宿に行ってもらってもいいですか？あ、僕たち二人がですね。なんで折れなきゃいけないんだったよね。
では新宿の本当にどこに行く、東口に行く、南口に行く。東口ですかね。どっちどっち。東口、まあ東か南かぐらいですかね。うん、そうなら比較的近いですね。じゃあ東口に行こうか。わかりました。ワンピース持ってきてる。な、持ってきてねえから。あれあれ履くと本当に不利だから。Thank you. 人に声かけるのが。Thank you. え ?Thank you. えってなったわ。では新宿に向かってください、二人で。エディと秀樹。な、エディとエディって何なんですか。私と私みたいに言ってるけど。エルザとダンチが新宿の方に向かうんで、今新宿にいる人、ぜひ声をかけてください。ジュアル KB の2人がですね、はい、今そっちに向かいます。 CD も持ってって。はい、バイ、センキュー、うん、バイバイ。なるほどね。ってことはエディと秀樹かが渋谷に行ってんのかな。電話してみましょう。もう2人、ジュアル警備はですね5人組なんで。もしもし。もしもし。はい、どうも。恋する木曜日始まってますけど。あ、始まってますよね。見てないの。もちろんですよ。え、もちろん聞いてましたよ。聞いてた。今なんつってた俺、この格言、もしもしって言ってました。いや、それ今ちょっと前でしょ。格言を発表したんですけど、はい、今日の。あ、格言見てた、ちゃんと。格言って言ってた。格言言ってた。格言言ってた。格言、今日の格言っつって。あそこだけちょうど電波が悪かったですね。え、見てない。格言だけ本当にわからないです。あ、そう。格言言ってました。今日の格言って言ってましたっけ。今日の晩ご飯何食べたかっていうトークは聞こえてますか。聞こえてなかったですね。あ、本当に。あのラジオ行ってきましたとかは聞いてました。あ、本当に見てるパターンね。本当に見てるパターン。あ、本当に見てるの。なんかボケるかなと思って。もちろん。あ、それじゃないですか。すいません。本当にあの普通にやって毎週やってたんで、うん、気にはもちろんかけてました。いつ始まるんだろうって感じで。でも、で、今日に関しては渋谷にいるんでしょ今。今日に関してはそうです。もう自ら渋谷に出てきました。あ、そうなのね。そうです。やっぱ今日は恋する木曜日で、先週もやりまして、うん、で、CD も発売したんで。渋谷の街中に今います。あら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 。もう今日早いですことが、やっぱもう、どっち気合入ってます。どっちする、どっちする、どっちする、どっちと言いますと、どっちと言いますと。生中継するか、電話中継の方がいいか。生中継も一応でき、Wi-Fi があるんで、うん、行ける。映像も一応行けますよ。はい。行ける？なんかめっちゃ盛り上がってんじゃん。センターが。あの、なんか居酒屋かなんかのオープンテラスみたいなところでワイワイ騒いでる若者がいて、ちょっと危なそうだ。そこはちょっと危なそうです。危なそう。はい。わかんないですよ。行ってみないとわかんないですけど、危険な匂いがします。じゃあどうしようかな。渋谷でもやっぱり人いますね。この間の水の口と違って。いる。人もいますね。まだ早い時間ですし。うんうんうん。いますよ、まだ。じゃあ、その、ジュアル KB の…なんとなく声かけてみますか？声かけてさ、ジュアル KB 知ってるかみたいなインタビューをさ、生中継でやろうか。はい、わ、はい、かりました。映像ありで。映像ありで。イヤホンとかあるでしょ？わかりました。イヤホンも用意してます。いいね、準備がいいね。もう当たり前ですよ。だって、こないだもやって、今日はもちろん来るでしょ、そりゃ。そりゃそうでしょう。じゃあちょっとそうですよ。こっちに電話してください。はい。え、なんですか。なんですか。すいません。ジジイ2人は何してたんですか。あ、ジジイ2人まだスタジオの。おかしくないですか。恋する木曜日だっつってんのに。本当だよ、あのクソジジイ。ジジイ腰重いから言ったんですよ僕らは。先渋谷でいますよと。あそこがね、バンドの練習の場所がね、おじいちゃんたちの病院みたいな感じになっちゃって
あそこ待合室みたいにしてるでしょ。意味もなくこうたむろって薬くださいっつってダメなんですよ。じじいがもう薬ばっかりもらうんだよ言ったんだけどな、普段10時から送らしてるんでね。うん、本当だよ、迷惑かけてるからみんなには。意識が低いんだよじじいは。その点2人はすごいね。エディもいいでしょ。エディも、エディももちろんいます。エディちょっと自分のアルバムが出たんです。あ、エディに変わります。エディさん、はいどうも、エディです。エディさん、もう渋谷の街でジュアル KB の、はい、はい、宣伝する気満々なわけですね。はい、満々です。もう Wi-Fi もちゃんと用意しております。なるほど。満々です。満々満。満々満の満々民です。ちゃんちんちょこちん。チコチンコン。中国の、中国の猫。おい、おいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。では、生中継の方に、はい、わかりました。はい、連絡ください、スカイプで。わかりました、了解です。こちらから連絡します。はい、ではちょっと渋谷の映像が見れますよ、皆さん。今から渋谷、この時間帯11時ですか、11時前、どんな状況なのか皆さんにも渋谷の状況を見ていただく前にちょっとこちらの曲聴いてもらおうかな。所ジョージさんにですね、ビジュアル系表現してくださいっつって作ってもらった曲なんですね。恋恋です。どうぞ。並べたなんとなく、さてね。
だけ OK。 はい、JRKB で、所ジョージさんに作っていただいた楽曲恋恋聴いていただきました。もう所さんも僕がこの収録した JRKB で収録したこの恋恋をですね渡しましたら、いやこんなにJRKB がやるとは思わなかったっつってね喜んでくれてたみたいなんで非常に嬉しいなと思うし、またなんか所さんと一緒にライブとかできたらいいなと思いますね。さあそれでは渋谷の方ちょっと呼んでみたいと思います。渋谷の中継が来ましたね。来てないですね。まあ、間もなく来ると思います。でも所さんがねビジュアル系をやってくれるってやっぱ思わないですもんね。あ、かなり元気もらいました。かっこいい。所さんってこういう曲するんですね。所さんっぽい。逆に所さんのオリジナルの曲を知らない。知らないの。メイジトカチスライスチイズトカチッチってあれ所さんが作詞作曲ですよ。年末ジャンボだからくじも所さんが作詞。作詞はまあ電通なのかな、作曲してますよね。明治トカチスライスチーズも所さんです。だから耳に残るメロディーをね作るんでしょうね。あ、カタツムリ知ってんだ。うん、所さんの CD1 枚持ってる。っていうか電話が、生配信の電話がね、所さんって ABEX なの？そうなんだ。所さん幅広いよね。なんかね、所さんに今回このジュアル KB の楽曲ビジュアル系を表現してくださいって言ったら無理かなと思ってたら、所さんは自分はミュージシャンだから自分の音楽が演歌であろうがロックであろうがポップスであろうが自分のメロディーがいろんなところに広がっていくのが嬉しいからどん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 制作依頼くださいって言ってました。毎日1日1曲作ってんだって。もう少し音量上げて、なんだろうね、今日すげえハウハウしてんだよな。あ、ん？あ、あ、これで聞こえるかな？諸君。諸君。あ、あ、これで聞こえるかな？諸君。声が聞こえづらいんでしょ？なんだろう。特にこっちは何もしてない。あれ？あ、あ、あ、あ。へいへい。チェックチェック。ブチ聞こえる。OK ですか？逆に聞こえすぎ？あいつら渋谷組全然電話してこねえよ。なんでなんだ。ショック！来たか。こっちが電話すりゃいいんだね。どっちなんだろうな。えい。えい。やべ、プリッツ食い始めたら止まんなくなっちゃった。人が多いみたいですよ、渋谷。どうしたのかな、二人は。見てないのかね、配信を。えい、えい。ペペ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 。あれ？繋がんない。うん。もう。ちょっとトラブルです。こういう時はこれがいつもすぐスタンバイしてますね。
終わっちゃったやん。もう一緒になったんですけど、なんか調子が悪いんですね今日。全体的に調子が悪い。あ、来た来た。もしもし。もしもーし。あ、もしもーし。もしもし。もしもーし。もしもーし。聞こえる？はい、聞こえます。あ、どうも。すみません、お待たせしました。渋谷です。渋谷の秀樹とエディです。どうもどうも。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、そちらは。一人、若い女の子を捕まえました。捕まえた？はい。うん。こちらの子です、うん、こんにちは。映像はどうでしょうか。どうもこんばんは。こっちしようかな。こっちしようかな。この方が明るいかな。この方が明るいかな。どうもこんばんは。こんばんは。かわいい女の子ですよ。はじめまして。ちょっと待ってください。耳じゃこれつけてください。ではお名前をいただきましょうか。ゆりです。ゆりさん。ゆりさん。ゆりさんという方です、うん。渋谷で今日は何をしてたんですか。今日は飲んでました。あ、お酒を飲んでた。はい。でもう帰るとこ、もう一軒行く。もう帰るとこ、はい、一人で飲んでたの。帰るとこ。あ、そうなんですか。一人ですか。違います。大勢で。大勢で。はい。どうもはじめまして、ジュアル KB のボーカルのハデルです。あちらにいます。映ってない。あの今はちょっとエディがカメラマンになって外カメラで映してます。あ、外カメラなのね。はい。あ、あのイニージャーしてら。あ、このようにボーカルいます。つな、はい、がってます。どうも、家のスタジオからなんですよこれ。すごい。はい、今でもこれすでに何百人か見てますよね。見てます。見てくれてます。あ、顔出し大丈夫ですか。かわいいです。いや、全然大丈夫よ。問題問題。悪い人いる。聞いて。じゃあ秀樹さん、インタビューお願いします。はい、わかりました。ジュアル系 B というバンド、ビジュアル系バンドを、はい、ハデル率いる5人でやってるんですけども、はい、知ってますか、ジュアル系 B を。知ってます。ジュアル系 B 知ってる。知ってます、はい、知ってくれてます。ハデル、うん、ジュアル系 B の存在は知ってます。何で知りましたか。なんか友達。友達が、はい、友達が、バンド詳しくて。そうです。こういうバンドいるよって紹介してくれて、はい、ライブは。ライブはどうですか。ライブ、ライブも1回だけ行ったことある。マジで。ライブ来たことある。マジで。どこのライブ。場所どこだった。品川、うん、品川ステラボール。ステラボール。そうちょっと横に広い。そうです。おお。最近5人組だった。7人だった。 5人。じゃあ最近だ。ここ2年以内でしょ。そうです。最近一番最近の品川ステラボールに来られてますね。どうでしたか。ライブの感想。面白かったです。面白かったでしょ。1面白かった。うん。2はもう1個出すなら。2はびっくりした。びっくりした。何に。それどういう意味で。うん、ちゃんとやってる。ちゃんとやってるからね。まあ、そのバラエティのイメージがね、どうしてもそのハデル、ね、バラエティのイメージがね、ありますから。また来てよ。来てほしいですね。うん。はい。今度僕らがライブ一番近く東京であるのは知ってますか。知らない。知らないです。ほら、やっぱね、知らないんですよ。11月10日なんですよね。11月10日、1ヶ月後に ZEPP 東京であるんですよ、はい、知らなかったでしょ。知らないです。で、10月10日がアルバムが出たんですよ、はい、おー知らないですか。知らないね。なんか情報をこう取りに来てくれてないね、あんまり。そうなんですよね。うん。まあそれはしょうがないよね。このようなのがね、情報をちょっと見てごらん。コラボレーションアルバムが出たの。はい、うん、これ知らない。いいよ、ほら見て。ほら、いろんなね、アーティストさんが、はい、所ジョージさんとか、うん、ね、ヒャダインさんとか寺岡呂人さんとか、ほら、いろんな人、ほら、
いろんな人が曲をね、ビジュアルの曲をイメージして作ってくれたんです、うちらに。もうじっくり読んでる、じっくり。いや、結構じっくり読んでる。興味はやっぱね、もともとライブも見たことあるし、でもほら、情報がやっぱ入りづらいでしょうかね。うん、逃しちゃったからね。そうだね。でもいいよ、興味は湧いてきましたよね。はい。ぜひね、これをね、ご購入していただきたいんです。うん、やっぱりね、もう出てますから、ツタヤに行ったら買えますからね。もうレコードショップ行ったら買えるんですよ。ちなみに僕らの CD を買ったことはあります？ DVD でもいいし、CD でもいいし。ないです。なるほど。どうだろうね、今日。今日どうだろうね。どうだろう、今日。今日どうだろう。うん。それはもう今日購入していただけるならば、それなりのことはします、こちらも。はい。もちろん。この間なんか、酔いつぶれた彼氏を探しましたし。本当ですよ、見つけましたよ、彼氏。何でもしてくれるんだよね、2人が。僕らはその CD を買ってくれれば、そのそれなりのことはやります。やったや、寄りますか。わお、帰りつた寄ってくれる。でもちょっと信用できないですから、ついてってください。2人がついてってください、今から。はい。そしたら僕らはなんか何でも要件を飲もう、なんか手伝ってとかね。はい、うん、2人でついてって、ツタヤに。わかりました、行きましょう。ツタヤついて行ってきます。あれでしょ、Wi-Fi がないんだよね、ツタヤは。Wi-Fi は、ツタヤは飛んで、今でも手元にありますよ、Wi-Fi は。あ、そうなの、じゃあそのまま、今行けばいいじゃん、歩いて行ってよ、もう。ちょっと行ってみましょう。近いの、そっから。あ、って言っちゃったんで、ツタヤはね。今どこなの、まず渋谷の。東急ハンズあたりですかね。東急ハンズあたり、結構あるね。ちょっとエディさん、進行方向を取って、ツタヤに向かう進行方向。進行方向を取ってと言われてます。進行方向は今このような。ああ、なるほど。歩いてって、歩いてって、コードが邪魔。はい、ちょっと歩いていきます。今女の子を率いて。うんうんうん。ただこの子はすごくいい子で、ついてきます、すぐ。え、いいですか、ちゃんとついてきてくれてます。ついてきてくれる。買うのはだから本当だったんでしょうね、これは。そうなんだろうね。はい、ノリで言う子いますからね、じゃあ帰り買うみたいなことをね。本気で買ってくれるんだね。この子は本気だと思いますよ。うわ、すごい、渋谷の映像がさ、家にいながら見れるよ。街ブラだ、街ブラ。まだ渋谷は活気がありますよ。ね。人いる？人はあんまりいなくない？いや、結構いますよ。本当？危ない、赤だ。どんどんさ、人をさ、増やしていきながらさ、はい、ツタヤに向かえばいいじゃん。そう簡単にはでも人増えないですね。僕らについてってことですよね。そう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 、2分の5って名前を出せば大丈夫でしょ。あ、そうか、それ使っちゃう。でもね、ハデルさん、それはね、うん、できるだけ使いたくない。それ使わないでやってきてから、こっちまで。あ、ちょっと待ってね。はい、大丈夫です。あれ？なんだなんだこれ。あ、これか。おうおう、いろんなとこから。もしもーす。あれ、切れた。あー、もうこっちじゃない。もう忙しい忙しい。こっちはこっちで忙しいよ。やることがたくさんある。ほら、もうかけ直すんだよ、これ。総合両方がかけ直してつながんないパターンなんだよ、これ。あ、こっちはつながってるよ。ちょっと待って。ほら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 。うん、向かっといて。切らないでいける？映像は見てるから、みんな。電話に出ることができません。もう、なんなのさ、これ。なんですか？へぇ。もう、なんなのよ、エルザ。こっちがかけてっから待ってほしいんだけどな。
ジジイね、あのメカに弱いんだよ、ジジイは。もしもーし。ジジイはメカに弱いから嫌なんだよな。おい、もしもし。繋がってんだ。繋がってました、すみません。こちら新宿のジジイ2人ですけども。ジジイ2人はさ、Wi-Fi ないの、はい、Wi-Fi はないですね。あ、じゃあ音声だけで。ですね、今ですね、チラシを配ってるんですけども、うん、ジュアル KB をご存知な方がいまして、おう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 、はい、ちょっと今変わりますんで。変わってちょ。はい、バンドをやってる彼なんですけども、うん、ちょっと、まあ、アツシと喋ってやってもいいよみたいな感じなんで。お、上から目線だな。もしもし。もしもし。ちょっと今変わりますんで。はいはい。すいません。お疲れ様です。もしもし。あ、もしもし。ば、お疲れ様です。はじめまして。あ、はじめまして。ジュアル KB のボーカルのハデルです。あ、はい、そうで、こちらバンドやってるファンですけど。バンドやってんだ。あ、はい。なんてバンドやってんの？一応この間で活休しちゃったんですけど。あ、活動休止？はい、あら、はい、そうなんですよ。ギタリスト？はい、あ、違います、ボーカルですね、一応。ボーカルなんだ。はい。同じじゃん。そうですね、ありがとうございます。こう、ジュアル KB をもっと世の中の人に知ってもらおうと思って今いろいろ活動してるんですけど、はい、どうですか、ライブを見に来たりとかしてくれないですか？ライブですか、うん、これから結構新しいバンド決まっちゃって結構忙しいんですよね、すいません。え？ライブ見に来るのもできないぐらい忙しいの？いえ、でもなんか結構あれなんですよね、あの、仕事とか結構入っちゃってて、うん、すいません。いやでも土曜日だよ、土曜日。あ、土曜日ですか、うん。そうね、じゃあ CD はどうだろう、 CD は。 CD ですか、 CD かなり前に確かレンタルしたことあります。マジで？はい。今出たんだよアルバムが。あ、そうなんですか。それさ、今そこにいる2人にさ、はい、ちょっと今回のアルバムの良さちょっと聞いて。今回のな、あ、すいません、もうちょっと今回の。もしもーし、こちらですか？あ、団地ですけど、もしもし。もしもし、その子なんかジュアル KB のこと知ってるらしいからさ。いや、そうなんですよ、しかもね、司会を知っててくれた。あ、そう。ああいう歌ありましたよね、ホエバラドーとかって、あーっつって、デビュー曲だよそれっつって、うんうん、知っててくれた、そう。すごいね。今、交渉して、その、買うように交渉して、今アルバムを買うように交渉して。そう、そうなんですよ。だぜひね、あの昨日発売したばっか で DVD も特典でついてるん で、うん、で今回いろんな人にあの作っていただいたんで。そうなんですよ、ももクロとか好きじゃないですか。ももクロのね、あの曲作ってるヒャダインさんとかも、うん、そう、あとあのゆずのあのプロデューサーやられた寺岡陽人さん、ね、寺岡陽人さんとか。そうなんですよ、いろんな方が、あとグリーンのね、プロデューサーのジンさんとか、うん、そうそうたる人が曲作ってくれたんで、それが全部、やる KB として、うん、はい、あの、やらせていただいたんで。ほら、コメントも来てますよ、ね、アルバム買って損はないです。DV 付き、買うなら DV 付きがいいよ。はい、あのね、今この配信を見てる人が、うん、買うなら DVD 付きがいいってね、勧めてくれてるんですけど、まあ、どうだろうね。今日はね、もう、そう、CD ショップが新宿が閉まっちゃったんで、うん、明日以降とか、ぜひ、ね、このチラシをぜひね、あの、ここ、ホームページのアドレスとかも載ってるんで、あ、チラシ配ってね、チラシ。はい。ぜひ。もうね、はい、このね、お二人なんですけど、終電がね、間もなくなくなっちゃうということで。なるほど、じゃあ。そうなんですよ。急いでもらって、まあ、付き合っていただいたんですよ。そうなんですよ、だからぜひね、CD 買ってライブに来てもらうように僕ら、軽く説得しますんで。はいはい、よろしくです。また電話ください。いや、強引に切ってやったぜ、強引に切ってやったぜ。もしもし、秀樹さん、あれ、秀樹さんが急に聞こえなくなっちゃった。つなげたらショックス。もしもし、秀樹さん、もしもし、秀樹さん。
いやおしっこ行きたくなっちゃったよ。行ってこようかな。あ、かかってきた。あれ、フェイスタイムだ。来た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 、どっちだどっちだ。ふいふいふい。鳴ってるよ鳴ってるよ、なんかおしっこ行ってこようかな。おしっこ行ってこようかな。大川智秀で出ましたね。何さ、何なのさ。あー、おしっこ行こう。よし、おしっこです。かかってきやがった。もしもし、もしもし、もしもし、エディさん。はい、エディと秀樹です。どうも。切れちゃった。どうもです。すいません、あの Wi-Fi がちょっと様子悪くて。うん、でも、もうツタヤにもう着きます。すごいね、本当に買ってくれんのかな。この子はもう逆に言うと断れない感じなんですえ、本当のさ、本人の意思をちゃんと尊重してあげて、なんか押し売りみたいになるとさ、良くないし。本当に興味があるんだったらね。どうですか、本当に買ってもいいのか、ちょっとノリで言っちゃったら断れなくなっちゃったのか、どっちでもいいです、まだ間に合います。そんな押し売りおかしいですもん。そうだよ、本当にこれ家帰って聞いてみたいな。今だったら DVD ついてるんですね、初回限定版なら。はい、これ DVD がついてる方を本当見たいと思ったのか、曲を聴いてみたいと思ったのか、頭やもうね、とりあえず言っとけばいいよみたいなのか、どれでもいいんですよ。見たい、見たい、見たい、見たい。あ、見たいだ。いいじゃん。見たいってことは DVD 付きね。ん？ DVD 付き。DVD 付き見たい。イエーイ。見たいんだね。見たい、見たいです。本当でした。ぜひぜひ。ぜひどうぞ。行って。行きましょう、行きましょう。やったよ。まさか目の前で買ってくれるの見れるなんて。あとさ、ちょっとやっぱ映像がないとあれだからさ、はい、あのジジイ2人をさ、渋谷の方に送らせるからさ。来させますか。うん、わかりました。これ店内はさすがに映像まずいですもんね。どうなんだろうね、遠くからと店内の人に聞いてみたら。店内、もしちょっと待ってね。もしもし、はいはい、まずいんだよ。あそこに向かって、渋谷に。渋谷に向かいます。はい、はい、新宿だと映像がないんでね、辛いんです。なるほど。秀樹たちと合流してください。了解です。山手線で行ってね。え、あ、車なんだっけ。車、それマッツにさ、車運転してもらって、二人は電車で行ってください。それは なんで、今車が近いんだけど。お願いします。電車の方が早いから絶対。もしもし秀樹さん、もしもし秀樹さん、アウトホール秀樹さん。はい、映ってますよ。はいはい、あ、映ってますか。はい、ちょっと多分店内厳しいので。うん、遠くから撮ってたら。じゃあ、あ、じゃあ遠くから撮っときますか。うん、じゃあ僕一緒に行ってくるんで、こっから撮りますねはいはい。わ、ツタヤだ、ツタヤ、本当にツタヤだ。はい、もしもし、ツタヤ取って、ツタヤ。チー。ツタヤ取って。あー、切れちゃったね。はい。あ、音声、あ、戻った戻った。あ、もしもし。なんかすげえハウるんだけど。渋谷だからあれなんだね、多分。今、ツタヤ取ってます。無線。あ、本当ですか。あれ、全然。
あ、来たけど。あれ全然ですか。もしもし。あ、映、はい、りました映りました。あ、映りました。すいませんすいません。うん。はい。今からでは、ツタヤに入って、CD を買ってきます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。電波がね。あ、電波悪いですか。ちょっと電波が悪い。いいよいいよ、行っちゃって行っちゃって。あ、行きましたね。カクカクですけど行きましたね。こっちは全然大丈夫なんですけどね。はい、向かってください早く。あれなの？今行きました。行きました。はい。はい、ブチブチ。全然進んでないんですよね。もしもし、すいません。あ、動画がですか？あ、行きましたね。中入りましたね。すごいね。これツイキャス見てる人、渋谷にいたら来てほしいね、ツタヤ前に。あ、中入りました。入りました。画面が全然進まないな。そこ電波も。そうですね。ツタヤ前にいて、今すぐ欲しい方いれば。いやもう全然クロストークできてないんだよな。ああ、まあいいか、生配信ですね。すいません、電話に切り替えるっつってんの？電話に切り替える。あ、電話に切り替えたら、じゃあ秀樹さん。秀樹さん、じゃあ俺、あ、来た。これか。もしもし。もしもし。もしもし。もうどっちも電波悪いな。もしもし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 。うわうわうるせえ。急にうるさい。厳しいですか？いや、聞こえるよ。ちょっと映像が無理なので電話でつないでみました。うんうんうん。ツタヤ渋谷店デュアル KB コーナーが設けられてます。うん。デュアル KB コーナーがあんの？結構しっかりした、結構でかいですよ。映像も流れてます。写真撮れないの？写真、これ写真 撮ります。うん、ちょっと送ります、後で。うん。はい。で、DVD 付き、こちらですね。生写真付きですね、特に。あらららら、生写真ついてんだ。はい、ラッキー。はい。これでは撮って、うん、今からレジに向かいます。うん。さあ、今、一人の女の子が DVD を持って。すげえな、渋谷のツタヤは、ジュアル KB のコーナーが設けられてんだ。結構しっかりしたコーナーが設けられてました。へえ。後で写真撮って送ってね。はい、送ります。うん。2990、あ、言っちゃっていいですよね。いいよいいよ。2999円。あ、ツタヤカードもしっかりとポイントを貯めてきて、ね、本当に今買ってくれてんの、その子が本当に買ってくれてんですよ。うわ、そりゃなんか望みを叶えてあげないと。本当にそうなんですよ、うん、今財布なんか本当3000円が出てきました。生々しいね。そうなんですよ。パッと見ですけども、そんなにお札は入ってませんでした。うわぁ。パッと見ですけどね、わかんないです、うん。奥に1万円とかあるかもしれないけど。まあ1万円あれば生活できますからね。はい。あ、なんか生写真出てきたね。誰の生写真？生写真。あ、全員のやつですね。あ、5人で写ってる。結構いい特典ですよ。いい特典が。へぇ。いい特典です、これは。それ店員の人にさ、あ、ジョル KB の、はい、秀樹さんですねって気づかれないもんなの？そうですね、何度か目はあったんですが何も反応はありませんね。反応なし。そうなんですよね。まさかメンバーが来てるとは思ってないでしょうね、これは。そうですね。まあまあ、そうですね、メイク落としちゃってますから。そうか、こっちはメイクしてないから。はい、メイクしてたらもうそれはもうパニックになったと思うんですけども。今ね、そのでは、はい、渋谷に向かってほしいですよね、この生配信見てる人。生配信今見てるんですって人 いてくれりゃいいんですけど。うわ、やっぱテンション上がるな、このコーナー。あ、そう。でかいんですよ。それ写真が見たいんだよな、すぐ。エディさんにさ、写真撮ってもらって送ってもらえないのかな。はい、一回配信切らなきゃダメなんで。
一回エディさんのところに一回合流します。まずはあいいよ、電話はつないでていいんだけど、もうエディさんの絵はもう切っちゃってるから、はい、こっちはあちょっと今別々にいるんで。あなるほどね。エディは、はい、エディ入り口にいるんでそこに一回合流してそれ伝えます、うん、今言ってきて言ってきて、写真撮って俺のとこ送ってって。はい、はい、今行ってます。彼女に代わって。彼女に代わります。エディちゃん、もしもし。買ってくれたんだね、本当に。買いました。ありがとう。特典どうだった？特典 生写真TSUTAYA限定の TSUTAYA 限定の生写真もらった。はい、そのコーナー、まだ、うん、はい、ちゃんと見てないです。あ、見てないのね。はい、そのコーナーはどんな感じになってんの？なんか映像が流れてて、うん、結構デカデカとコーナーがある、はい、コーナーがあって目立ちます、うん、目立つ、いいね。はい、はい、これゆりちゃんが買ってくれたことで今私も買いに行きますっていう人がどんどん増えてるんで、ありがとね。お、いいえ。なんかゆりちゃんが買ってるのを聞いてたら私も欲しくなったっていうコメントいっぱい来てます急にね、はい、今日メンバーに声かけられてなんか CD 買わしちゃって、はい、ごめんね。いや、あの嬉しいです。本当で、ライブはまた見に来てね、そのアルバムを聴いて。はい、行きます。ぜひ。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。秀樹いる？変わります。はい。あ、すいません、エディです。あ、エディさん。はい、エディです。写真、そのツタヤでさ、ジュアル KB のコーナーこんな感じですみたいな写真。あ、今撮りに行ってます。あ、ほんと？ちゃんと、はい、あのゆりちゃんにお礼の方をね、はい、ありがとうっつって。はい、はい、あとゆりちゃんの今の望みみたいなの、願いみたいなの聞いてあげて。あ、わかりました。喉が渇いたとかさ、あ、はい、ちょっとしたことしか叶えてあげられないけど聞いてみて。はい、わかりました。あ、ゆりちゃん、今、うん、ちょっとしたことしか叶えてあげられないんですけども、なんか望みってありますか、今。なんか喉が渇いたジュースを買ってほしいなとか、そういう望みってありますか、今。まあ、はい。いいよ、言っちゃいな。言っていいですよ、全然言っていいです。今、何ですか。引っ越したばっかりだから、はい、タンスが欲しい。引っ越したばっかりだから、タンスが欲しい。いや、ちょっとしたお願いじゃなくなってるよ、それゆりちゃん。はい、CD 買ってきて、タンスがついてくるなんてことはないでしょ。CD 買ってきて、タンスがつくってことは、まあ、今の世の中ないよね、今ね。ないよ。ちょっとしたさ、そのさ。タンスか。ちょっと、タンスなんですよ。ダンスならね、披露できるからね。あ、そうですね、秀樹がダンスなら披露できる。2人がツタヤを出たらロボットダンス披露するから、それでいい？あ、じゃあ2人がツタヤ出たらロボットダンス披露するから、それでいい？はい。あ、それでそれでいいんだ。まあ、あとサインはね、してあげよう。あ、わかりました、了解です、うん、サインしますので。タンス買ったらね、はい、もうこっち1枚ずつ CD 売れるたんびにタンスプレゼントしてたら、これは大赤字ですよ。大赤字。タンスは無理なんで、ダンスの方を披露していただきたいと思います。秀樹いるもん。はい、秀樹います。ちょっと待ってください。じゃあ、ツタヤ出て。もしもし。もしもし。はい、お疲れ様です。なんかタンスが欲しいんだって、ゆりちゃん。タンスが欲しい。だけどタンスは無理だから、ダンスにするから。はい。JRKB のダンス担当は秀樹じゃないですか。はいはいはい。で、ロボットダンスで許してくれるっつうんで。ロボットダンスを。うん。二人でちょっとやってもらっていいですか。二人でロボットダンスを見せる。うん。わかりました。あと、ちょっと待ってください。映像がね、ちょっと Wi-Fi が悪いんで、写真でいいですか。そのロボットダンスの写真と TSUTAYA のコーナーの写真をぜひ送ってきてください。了解です。 TSUTAYA の今送ったんですが、どうでしょう。まだわかんないですか。見れないですよね。あ、今電話中なんでちょっと見れないです。ですよね。ちょっとじゃあ、はい、切ります。今からじゃあ
はい。ちょっとタンスはね、ちょっとさすがにね、ちょっと無理ですからね。これね、でもね、またややこしいで、これ俺のところに届いたやつを一度、うお、すげえ、でっけえコーナーができてるわ。これをみんなに見せるためには、ちょっと待ってね、今やってますからね。メールで送信、これね、 iPhone5 がね、これまだ繋がんないんですよ。だから直接見せられないんで、一度こっち側に送信。うわ、すげえ、ジュンスカイウォーカーズの宮田さんからメールが入ってた。今ちょっと待って、いろいろありすぎて、ちょっと一人の頭じゃ処理しきれないぐらいになっちゃう。忙しいな、この本部。本部忙しいよ。おしっこもずっと我慢してんだ俺。来ました、ジュアル KB の、こんな感じですよ皆さん。ほら、こんなコーナーができねえわ、渋谷のツタヤね。え、渋谷のツタヤに行くと、この映像も流れてんのかな。うん、でこうやって今までの CD とかも置いてんのかな。なんだろうね、違うね、他の人の CD だね。あ、JRKB のポップもありますね、ここね。うわー、渋谷の津田屋さん、こんな豪華なコーナーを作っていただいてありがとうございます。すごいね。じゃあちょっと宮田さんに電話してみようかな。電話してって、電話してってメールが来たんですよ。つながるかな。こちらはソフトバンクです。おかけになった電話番号は現在。いや、和也さん、和也さん、番号をお確かめになって。番号変わってますけど。いや、和也さん、メールは届くんですけど、ちょっと和也さん、今電話したんだけど、したんですけど、したんですけど、連絡先が変わってます。ちょっとおしっこ行きたい、おしっこ行ってこよう。ちょっとおしっこ行ってる間ね、和也さんから電話がかかったら、ちょっとみんな出といてね。ちょっとおしっこに行ってきます。この曲聴いててね。
はい、ジュアル KB で、花を、花のプロモーションビデオ行ってー、小指ー、小指あったぜー、いっつー、ふぅ、忙しいな、行ったいな。ロボットダンスの写真も来たので、動画でロボットダンサーとこんな感じなんだな。ちょっと待ってくださいね皆さん。ブヨーっつって、こっちに直接送ってほしいんだよな秀樹さん。あの秀樹にさ、こっちのアドレスの方にさ送ってくんないって言って。あ、いいや、あとで。違う、じゃあ渋谷のロボットダンスチームをちょっと呼んでみましょうかね。はいはい、これ一人でやるの大変だわ。いいっつ、よいしょよいしょよいしょ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ゆりちゃんまだいる？ゆりさんね、ちょっと次があれなんか約束かなんかあるみたいで出ちゃいました。ロボットダンスの写真届きましたよ。あ、どうでした？ロボットダンス今皆さんに見てもらいます。こちらです。楽しん、本人には楽しんでもらいました。ゆりちゃん、スタヤの入り口なんで、うん、渋谷だね。ガチの渋谷で結構人通り、今終電間際じゃないですか、言ったら。うん。だから人がすごく帰ってきてるんですよね、渋谷から。ああ、なるほどね。人が流れてるのね。はい、見られて、ちょっと恥ずかしい感じでした。でもいいですね、このロボットダンスの写真も。よかったです。JRKB のあれも。あ、いや、コーナーも。JRKB のコーナー。すごいすごい、こんな大きいと思わなかった。テンションもちょっと上がっちゃいました、僕も。ね、あまりにも大きくて。今までこんな風にやってもらったことないけどね。あ、でも渋谷のもう一個の方なら僕見たことあるんですよ、タワレコなら。うん、タワレコは知ってるけど、ツタヤはね。ツタヤは、はい、僕こんな大きいのはちょっと嬉しかったですね。ありがたいね。ありがたいことです。これは見つけれなかったよとは言わせないですよ、うん、これは。ちなみにツタヤ、ここにさ、CD がさ、何個か乗っかってんじゃん。乗っかってましたね。これを今日中になくすことできます？ハルデさん。はい、何を言ってるんですか？いや、ここに今このジュアル KB のこのコーナーにさ、こんだけ CD があるじゃん。はい、はい、これを今から エディじゃないや、ダンチとエルザも来るから。はい、4人で。ツタヤはね、確かに2時までやってんだよね。あ、いや、2時までやってますわ、店はね。店はやってますよ、うん、お願いします。何すか？お願いします。何を言ってるんですか？お願いします。ハルさん、一個だけいいですか？はい、もしちょっとずつ売っていきます。店員さんがそれを見ます。はい、絶対追加します。追加しないでって言えば絶対大丈夫だ。今何枚ぐらいあるんだろう、そこに。10枚ぐらいじゃないですかね、今は。でしょ、だからだいぶ減ってんだよ、今日。そうなんです、それはそうなんですよ。もっとあったはずなんですよ、多分。でしょ。はい、あと10枚は絶対いけるよ。もちろん目標としてそれを目指すのはいいですけども、絶対追加するんですよ、あいつらは。やるだけやろうよ。じゃあ今枚数数えて、その分をとりあえず乗り回しましょうか。うん、売り切るっていう。そうね、いいですよ。ちょっと数えていきますよ。じゃあ今渋谷に行ける方、はい、ジュアル KB の CD 買おうと思ってから。でもね、なかなかこう終電前です、ね、終電がね、もうなくなるからね。はい、うん、今ならね、僕らはロボットダンスを漏れなくお届けするんですけども。タンスはね、無理なんでね。タンスを運ぶロボットダンスだよね。タンスを運ぶが漏れなく生で見れるってことですね。はい、そういうことですよ。分かってみました、うん、あれ、タンス運んでるって。いけるっていう人いるよ。本当ですか？うん、ヒバイヤーさん。やっぱね、ここで僕は渋谷のツタヤで今渋谷にいますよ。
ぜひ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 、それは14923ロボットダンス見たい、ロボットダンス見たい。あ、ちょうど10枚だ。ちょうど10枚ちょうど10枚です。映画な、映画な、ちょうど10枚ですわ。あ、でも DVD 付きと、うん、あ、全部 DVD 付きだ、初回限定の。映画な、映画な、はい、いいですよ、10枚頑張ろうぜ。なるほど、その棚の分を今日売るっていう。はい、メリーとギルガメッシュさんと同じ棚ですけども、うん、僕らがこうドンってやってくれてて、うん、あと2組はないですからね、ドンって。へえ、これありがたいことですよ。ありがてえな。はい、よし。あ、視聴もできます、視聴も。なるほどね。ちなみに今1枚あの2人が頑張って売れたんで、曲を1曲、はい、かけることができますけど。よし、どうしようかな、まあ、結構いろいろかけてもらってますもんね。ええー、何がいいですか。あれ、僕ね、あれにします。じゃあ8曲目、うん、エルザーが作ったロザリオね。はい、ではロザリオを皆さん聴いてください。じゃあ引き続きよろしく。はい、はい、お願いします。ジュアル KB でロザリオを聴いてください。
はい、ジュアル KB でロザリオを聴いていただきました。さあ、あの2人ちょっとつないでみましょうか。江藤さん、江藤さんじゃない、エルザ、電車で向かってるはずなんで5分、はいはい、もしもし、着いた？あ、渋谷今合流しました。あ、合流したの？合流したよ。あ、じゃあちょっと映像の方で電話してください。何、あ、ちょっと待って、今、ツイキャスを見て、ここに来てくれた人がいる、マジで？そうだよ、天才だね。ね、あれ見た？あの渋谷のツタヤの棚。いや、見てない。渋谷のね、ツタヤがね、結構大きな棚を、ジュアル KB コーナー作ってくれてて、ほう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 、で、あと10枚ぐらいでその棚が売り切れんだって。おー、なるほど。だから売っちゃおうぜっていう感じ。売っちゃおうぜって感じなのね。うん、うん、ちょっとね、今、どうしたらいい？つなげられる？うん、ちょっと電話変わってもいい？いいよ、電話変わってもいい？いいよ。もしもし。もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。今、あれなの？え、富山にいて。うん。で、なんか、あの、キャメで見たから、あの、髪もちゃもちゃの人。うんうん。それで、え、なんか CD を、なんか、女の子とやってて、うん、え、もしかしてって思って。うん。なんか友達にすごい、え、そうかもしれないってすごい言ったら、うん、え、話しかけてみなよって言われてて。で、今話しかけたの？そうなんです。あら、え、ジュアル KB のことはご存知ですか？あ、はい、あの、ツイキャス見てて、うん、それで、はい。あ、でも、なんかこう、ライブに行ったこととかはないんだ？あ、まあ、ないです。ない？はい。なるほどね。どうだろうね、ジュアル KB を初めて体験するっていうのはどうだろうね。はい、いや、なんかでも、なんかちょっとそういうのは日本でやることのない領域だから、まあちょっと新しいかなみたいな。あ、新しいかなって感じ？はい。どう、ライブとかってあんま行かない感じなの？いや、ライブとかは全然行きます。あ、ビジュアル系は？いや、ない、ちょっと怖いかなみたいな。あ、それがね、全然怖くないんだよ、うちのライブ。え、本当ですか？本当本当、嘘つかねえ。あの、頭振ってる人が、ヘドバンとかしてる人が、そうそうそう、でもたくさんいるから、うん、あの人たち怖いと思うじゃん、うん、めっちゃいいやつらだから、頭強く振れば振るほどいいやつよ。あ、本当ですか？そうそう。でもね、一見怖いのはわかる。はい、ちょっと旗から見てると、旗から見てるとね、確かにそう、はい、そうなのよ。だけどね、JRKB のライブは来ると本当に楽しめるんで、一回味わってほしいんだよな。はい、今 CD も出てるんで、興味があればね、はい、で、なんかその、うん、あの CD 買いますって話したんですよ今。はい。あ、買ってくれんの？はい、ありがとう。なんか一緒に来てくれるって言ってくれるから、一緒に行ってもらいな、そのメンバーと。はい。で、今 CD を買ってもらうと、漏れなく、はい、タンスを運ぶロボットダンスが見れるんで。タンスを運ぶロボットダンス。そう、タンスを運んでいるロボットダンスのダンスが見れるんで。あ、タンスを運んでるロボットのダンスが見れる。はい、あ、本当それラッキーです。いいですか？はい。わあ、ありがとう。はい、じゃあちょっとメンバーに変わってもらえる？はい。あ、もしもし。やったじゃんよ、エディ。はい、ありがとうございます。また1枚売れたよ。また1枚売れました、ありがとうございます。オッケー、あと9枚だよ。はい、頑張ります。じゃあちょっとレジの方までね、はい、案内してあげて。わかりました。4人でエスコートしてあげて。はい、あ、終電がない。あ、わかりました。じゃあちょっと案内します。ごめんね、ありがとう。ありがとうね。じゃあちょっと、ここが行きます。あ、見てこの
こっちですね。あ、はい、あ、こちらです、こちらです。いやー、嬉しいな。あ、こっちです、こっちです。こっちです、こっちですって。はい、今メンバーと、4人でエスコートしてるの今。あ、ちょっとピリピリですね、他の方もちょっと今喋ってまして。あ、そうなんだ。はい。あ、じゃあその、はい、レジが終わったらまたここに来てねっつって、はい、そのみんなが集まってるところに。ま、なるほど、わかりました、了解です。じゃあ秀樹にちょっと変わって。あ、わかりました。じゃあちょっと一回戻ります。うん、その前に、やっぱジュアル KB のライブはみんな怖いと思ってんだね。そうですね。それがちょっと悲しいんで、ちょっとね、こんな感じのライブなんですよっていうのをね、ちょっと見ていただきたいと思うんですよね。はい、そうですね。うん。わかりました。そうなってください。今もこんな感じですよ。はい。はいはい。あ、来てきました。はい、変わって。はい、すいません。もしもし。もしもし。はい。捕まえたの誰か。今、ジョルケリーのライブも来たことあるし、うん、メンバーそれぞれのことももう完璧に把握してる、ジュアラーといわれる、ジュアラーといっていい人たち2人がいまして。ジュアラーでしょ、もうそれ。もうこれジュアラーです、完全なる。え、ライブとかも来てる子たちなの？ライブとかももう何度も来てると思います。で、CD もすでに持ってます。あ、持ってんだ。はい。で、多分このツイキャスを聞いてて来てくれたんだと思うんですけど。まあ持ってる人にはね、もう買ってもらえないけどね。でも、ちょっと。そうなんです。一応でもサインをしてあげました、今。ん？サインをしてあげました。ああ、それはね、もうそれ今来たら漏れなくサインとロボットダンサー見れますから。はい、そうです、そうです、うん、わざわざ来て、池袋から来てくれたみたいで。あ、そうなの？はい。へえ、ありがたいね。終電なくしちゃったみたいです。え？終電なくしちゃったみたいです。マジで？はい、でもそれでもいいからサインをっていうことで来てくれて。ちょっと変わっていいですか？うん、全然変わって。ちょっと変わって。アデルサーです、アデルサー。もしもし。もしもし。もしもし。池袋から来てくれたの？池袋から来ました。おー、終電なくなるの覚悟で？いや、もうはい、もうメンバーさんに会いたくて来ました。うわ、マジか。はい、せっかく池袋から どうやって帰ろう、池袋まで。そうだね、あの、はい、エルザに送ってもらえないよ、車だから。いや、ほんと、送ってくれますかね。ちょっと頼んでみ。ちょっとホテルさんから言ってくださいよ。俺言ってあげるわ。一人で来たの？いや、あのね、今友達と二人でいます。そうなの？友達はジュアル KB の CD 持ってんの？あ、二人、あの、ジュアラーの友達です。あ、二人ともジュアラーなのね。もう毎回ライブとか行ってます。あ、じゃあ次の11月10日も来る？もちろんです。もうチケットも完璧取ってます。あのさ、あの、生配信やってて、はい、ジュアル KB のその、はい、ビジュアル系のライブが怖い怖いってすげえみんなから思われてんだけど、はい、怖くないよね？はい、いや、全然怖くない。めっちゃ楽しいです。だよね。ビジュアル系、はい、初めてビジュアル系見たんですよ、私も。うん。で、最初やっぱちょっと怖いかなとは思ったんですけど、うん、もう魅力にハマってしまって、もう虜ですね。で、全然怖い人いないよね。でも全然いないです。みんな優しいし、すぐ仲良くなります、うん、みんな。で、まあ、でも頭振ってる人は一見怖くは見えるよね。はい、ああ、そうですね。でも、あの人たち優しいもんね。優しいです。私も結構最前とか2列目とか行く派なんですけど。あ、頭振ってる派？振ってる派です。、はい、いいね。じゃあ、はい、せっかく来たからさ、メンバー、はい、今そこ誰がいる？周り今ですね、秀樹さんと、うん、あ、じゃあな、秀樹さんとエディさんが、うん、あ、じゃあ秀樹とエディ、秀樹とエディに、はいはい、タンスを運ぶロボットのダンスを見せてくださいって言って。あの、秀樹さん、ロボットのダンス見せてくださいって言ってます。ロボットダンスをお願いします。はい、お願いします。あ、めっちゃ今やります、今から。うん、解説して、はい、実況して。今、手をウィンウィンってしてます。ウィンウィンしてる。
ウィンウィンしてる？片手ウィンウィンです、今。片手ウィンウィンしてる。今片手ウィンウィン、片手ブラブラで。ちゃんとタンスを運んでる？え？タンスを運んでる？あ、タンス運んでますね。タンス若干運んでます。あ、運んでます。あ、運んでます。今置きました。今うわぁ。やばい、今何個も運んでますよ。何個も運んでる？めっちゃいっぱいあります。めっちゃあります。ロボットだから。ロボットだからいっぱい運ぶんだよ、やっぱり。終わりました。200個くらい運んでましたよ。いや、マジメハネルさんですよね、やばい。そうだよ、俺もね、本当はそこに行きたいんだけどね、はい、この本部に本部にいなきゃいけないんだよ、俺。え、来てください、車で送ってください。ねえ送ってあげたかったよ、俺がいれば送ってあげるんだけどさ、でもね、エルニーとか今いないんですよね、ここに。あ、今あれでしょ、他の人に声かけに行ってんでしょ。じゃあ、手伝ってよ、どうせもう帰れないんだからさ。え、でも本当に送ってくれるんですかね。だってもうどっちみち帰れないんでしょまだ帰れんの？帰れないです。帰れないでしょ。帰れないですでその辺は後でどうにかするから、とりあえずさ、あの、本当ですか。ツタヤの今棚が、はい、あと9枚売れたらもう全部売れちゃうのよ。はいはいはい。で、2時までがさ、ツタヤの営業時間だから、はいはい、それまでに9枚を売り切りたいんですよ。手伝って。マジっすか。うん、いや、めっちゃ、そのえ、なんとか家に帰れるんですか。帰れるなら頑張る。どこなの、ちなみに家。赤塚です。赤塚。はい、わかりました。赤塚まで帰らせるんで。マジですか。うん、だってもうどっちみち帰れないんだよね。はい、うん、いや、あとでなんとかするわ。これ配信で声流れてますか。配信で声流れてるよ。やばい、やばい、ちょっともう一人友達いるんで代わってください。いいよいいよ。いいですか、友達も大ファンなんで、うん、ちょっと待ってくださいね。はいはい。もしもし。もしもし。あ、こんばんは。ジュアラ。あ、そうです。ジュアラ、よくまた終電なくなるのに来たね、渋谷に。はい、もうちょっと絶対だと思ったんで。うん。もうちょっとブルブルして声もよく出ないんですけど。声が震えてんの今。もうちょっと手とか足とかもうやばいです。ちなみにジュアル KB のアルバムは購入してくれたんですか。はい、もうすでに。はい、じゃあちょっとリクエスト聞くよ。はい、何ちゃんだっけ。え、下の名前でいいよ。あの、秀樹さんのささやきが聞きたいので、ひとみばな。ひとみばなね。はい、あの、秀樹の朗読がある。はい、はい、ちょっとさ、今からさ、はいはい、ツタヤの棚にジュアル KB コーナーがあるんだけど、あと9枚で全部が売れちゃうから、それ手伝ってくんない。あの、どうやったらいいですかね。私、あの、うん、お芋くわてに、うん、あの、繁殖用のクリアファイル送ったんですけど、うん、届いてますかね。それは多分届いてると思うけど、今日、今オレンジでやってるからオレンジには届いてない。だからちょっとこう、なんかみんなに見せてるようにと思って、動画の時とかに。あ、そうなの作ってくれたの。作ってみたんです。はい、わぁ、ありがとう。あの、メンバー全員と、うん、あと、あの、チラシとか、あの、それを拡大コピーして、おう、はい、全部ちょっとファイルしてみたんで、もしあれだったら、あの、マスさんに聞いてみてください。サンキュー。じゃあ、今さ、キャンペーンガールとしてさ、その CD あと9枚売るのさ、メンバーのお手伝いして。はい。じゃあ、6曲目の瞳花かけるね。あ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと皆さん、曲を。秀樹さんに変わればいいですか。うん、変わって。はい。秀樹さん。はい、とりあえず残り9枚なんで頑張ってください。その2人がね、キャンペーンガールとして手伝ってくれるみたいです。あ、わかりました。はいはい、了解です。吐き気に似た愛情うごめく Get away, get away from the show。 瞳の光を奪って心臓鼓動さえ笑って闇風に身を任す。ハムシが蛍光バランしない唇で Say, say, me
ということで JRKB、ヒャダインさんが作詞作曲してくれた瞳花聞いていただきました。ヒャダインさんがビジュアル系表現するとこんな風になるんですね、うん、ということで、そうです、今バランスボールになってます。私あと9枚の CD が売れるとですね、今日あそこにあった棚全部売れちゃうってことになります。あーもう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 、電話してみましょうね。ちょっとハリスナをスタイルでいきます。ちょっとね、もしもし、もしもし、団地ですけど、今さっきの女の子に加えて急遽ですね、うん、僕らが売り場に来たら偶然あのヘッドホンで視聴してくれてた、あらあらあら、はい、スペインの方なんですけど、うん、もう1枚買ってくださいました。スペイン、はい、スペイン人の方なんですけど、はい、なんでビジュアル系興味あんの？いや、もうだからやっぱり先入観が全くないんで、うん、普通にこうビジュアル KB のコーナー見て多分気になって曲聴いてくれて、うん、え、もうそのスペインの人帰っちゃったの？いや、今僕らがこれからサインするところです。はい、あのちょっとここね、あの映像はダメなんですけど、ちょっと電話変わりましょうか。うんうん、スペインの方、あ、ちょっと待って、今ボーカルが電話の、日本語喋んの？歌歌ってるボーカルが。 Hello, how are you doing? はい、Do you speak English? I don't speak English. はい、私はスペイン人です。あ、喋れるのね、日本語。英語上手に、もう、話せません。あ、でも伝わる伝わる、聞こえるよ。あなた、はい。私、ボーカル。はい、とても好きです。好き？勝ったところです。今度ライブ来てよ、ライブ。すみません、わかりません。ライブ、ライブ。あなたの写真見ています。いや、ありがとう。ありがとう。うん。ぜひ、僕たちの、
え、すごいでしょ。もう変わったのか。すごいでしょ。いや緊張するわ。おすごいで。俺 A 検3級落ちてんだよお前。ねえ、それでもこうやってねコミュニケーション取ってくれてね。すごいね、めっちゃ嬉しいよ。あのみんなで集合写真撮るんで、それ後で送ります。うん、送って送って。あと、はい、ライブに来てっつって、はい、あのねライブはスペインに帰っちゃうらしいんですよ、11月10日は。ああ、そうなんだ。彼女の方はあのライブ来ていただくように送りましたから、うんうん、じゃああと8枚ね、はい、えあと8枚でしょ、その棚に残ってんのが。あ、アイバットも、あ、ノノ OK 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 OK、今写真撮ります。はい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 。 OK Thank you。 おおお前すげえ、ね、ワールドワイドだな、ワールドワイドだな。 Thank you OK OK。 すごいね、頼もしいね。いや楽しいですよやっぱり。いや楽しいじゃなくて頼もしいねっつってんのお前が。 ありがとうございます、ありがとうございます、とんでもないです。あ、じゃあさっきの日本人の女性とも今写真を撮ります、うん、はい。顔出しは NG なんで、顔は CD で隠してます。オーケー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 サンキューオーケーサンキューとオーケーでどうにかなるんだな。いやありがとう。なのでね、あのちょっとあのお家が横浜の方なんで、もう終電がないということで、うん、はい、ちょっと急ぐ時代なんですけど、うん、ありがとうって伝えて。はいはいはい。あ、ハデルがありがとうだそうです、はい、ライブで待ってますって。ライブで待ってますって、はい、うん、すごいね、あと8枚だ、あと8枚。気をつけてね、ありがとう、ありがとう。ダンチング、はいはい、ダンチ、はいはい、あと8枚だよ。あと8枚、うん、何、イネエスタ、イネエスタ、イネエスタ、オッケー、シャービ、シャービ、シャービセルフィオラモス、セルフィオラモス、セルフィオラモス。いや、人の名前しか言ってるんだろ。セルフィオ、オッケー、サンキュー、サンキュー、イエーイ。いや嬉しいね、やっぱテンション上がるね。ねえ、うん、イニエスタめっちゃ似てんだよ。イニエスタってあのサッカー選手ね、うん、あのさ、うん、あと8枚でしょって、はいはい、え、あと8枚でしょ、その棚に。あと、いや、ね、8枚、いや、だってさっき秀樹が10枚つってて今2枚売れたから、あと8枚でしょ。いや、もう7枚しかないですよ。あれ誰か1人その間に誰か買ってったんだ。はい、もう7枚しかない。お、じゃああと7枚売り切ろうぜ。生配信見てる人、渋谷の蔦屋に行くと今、メンバーがいます。ぜひ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 売り切れたらいいよね。売り切れたらいいですけどね。うん、いや頑張ろうよ、2時までだからさ、頑張ろうよ。そうですね、うん、とりあえずあのさっきあのスタジオ終わりなんで、僕今あのベースを2本ここに立てかけたまんまで今やってるんですけど。知らんし。 そうなんですよ。で、あれなんですよね、あ、サインしちゃう、お店に。あ、なるほどね。あ、お店に、お店にあのポップをね、あの飾ってもらうように僕らでサインします今から。うわー、マジか。ツタヤの人にもよろしく伝えといてね。わ、はい、かりました、うん、うわー、これ完売したらめっちゃ嬉しいね今日。いや、このコーナーね、ちゃんとね、あの対バンをしてくださってたね、メリーさんとギルガメッシュさんのね、うん、CD も一緒にこう置いて、うん、こうシーンを盛り上げようと展開してくださってるんですよ。なるほど、ビジュアル系がね、はい、あ、もう一人、もう一人今ね、お客さんが来てくれました。あ、ありがとうございます。うわ、嬉しいなぁ。商人だな。ビジュアル系好きなんですか。あ、ビジュアル系好きなね、お客さんが。生配信見たの。ツイキャスを聞きながら来てくださったということで、ちょっと変わって変わって。はい、じゃあちょっとね、ハデルとあの電話、はい、変わってください。もしもし、こんばんは。もしもし、こんばんは。あ、間に合ってよかったです。生配信見てきてくれたの。あ、そうなんです。すごい、ありがとう。あの、実は昨日 CD 買ったんですけども。 CD 買ったの、ね、じゃあいいよ、買ったんだったら大丈夫よ。2枚いらないでしょ。でも買ったらサインをいただけると伺ったので。あ、サインが欲しいってこと。そうです。いや、そっちに買ったやつにサインするよ。あ、でも今持ってなくて急いで来たので。持っていてないんだ。いや、そのためにいいの、それ買って。いや、あのメンバーの方にもお会いできたので、うん、
すごい、こちらとしてはめっちゃあのありがたい感じ。うわー、じゃあさ、はい、せっかく来たんだからさ、その、はい、ロボットダンス見せてもらえない？4人の。あ、いいんですか。今4人、4人ですか？4人いる？全員されるんですか？4人いらっしゃいます。4人どっかにいるはず。なんかね、今散らばって CD 買ってくれる人を探してるから。あ、いや、でも今目の前に皆さんいらっしゃいます。はい、あ、じゃあみんなで踊ってっつって。あ、すいません、あの、どうぞ4人で踊ってください。すいません。それ実況して、実況して、実況して。あ、実況、はい、うん、今皆さん構えられてます。うん、タンスを運ぶロボットダンスだから。あ、皆さんが今カクカクしてます。みんながカクカクしてる。あ、あのキャンペーンガールの方が今写真を、うん、撮ってくださってます。あのキャンペーンガールもいるんだ。はい、うわー、でもありがたいね。この大丈夫なの、帰れるの、帰り。25分渋谷発が終電なので。おおお、じゃあ急ごう急ごう。じゃあちょっとメンバー変わって。あ、はい、変わります。もしもし。その子25分が終電なんだって。ほら、急いで急いで。切っちゃいましたから、うん、はいはい。じゃあもう買っていただきますね。はいはい。はいはい。じゃあまた電話します。あ、はいよ。切っていいの？うん、いいよ。はいはい。すっごいですよ、皆さん。CD が売れてますよ。売れてるというか、買っていただいてるというか。でも終電がこっからなくなるからだいぶしんどくなっていくのかな、この先ね。あ、続々とロボットダンスの写真がですね届いているんで、ちょっと皆さんにも紹介したいと思います。今渋谷にですね、ジュアル KB のメンバー、ハデル以外の4人がですね、渋谷のツタヤに繰り出していっております。今渋谷のツタヤにジュアル KB コーナー作ってもらってるんですけど、そこでもう CD があと7枚、そのコーナーにあと7枚しかないという状況になってます。こっちね、ここにこうバーッとこううちならの CD がね並んでたんですけど、今日売れたんでしょうね。残り10枚になってて、であともうあれよあれよという前に7枚、あと6枚なのかな、彼女が買ったら。はい、これロボットダンスをメンバーが漏れなくタンスを運ぶロボットダンスを見せてくれますからね。あ、この子も買ってくれたんですね。はい、あ、これスペインの方ですね。スペインの方です。うわー、わ、ぜひぜひ皆さん渋谷に行ってみてください。あ、ロボットダンスやってますメンバーが。渋谷のツタヤでロボットダンスしてますよ。いいですね。さあ、そんなですね、ジュアル KB のライブ、やっぱちょっと怖い怖い、怖そうなんだよなっていう声がすごくあるんで、さっき途中になりましたけども、そんなライブは怖くないんだよっていうところをですね、ちょっと見ていただきたいと思います。これを見るとね、あ、なんだ怖くないじゃんと思うと思うんですよね。あ、これじゃないね。どれだっけな。あ、これじゃない、これ。これじゃない。ちょっと待ってね。これじゃない。あれ？来た来た来た。これです。はい、怖くない。ジュアル KB で小心マキアートです。Thank you.
はい、JRKB で昇進マキアート聞いていただきました。これはメンバーが楽器を置いて全員5人で踊るバージョンもあるんでね、ライブのその時々によって方法を変えてますけども、見ていただきました。うわすげえ、アラブ首長国連邦から見てる。アラブ首長国連邦ってドバイとかあるとこだよね。そうなんだ。あ、かわいい曲、いい歌。あ、こんな楽曲もあるんだ。アラブは今夜7時半。あらあら、ゴールデンタイム。あ、もうこっちはもう12時半になってんだね。まずいな。あっという間だよね。あと1時間半したら渋谷の蔦屋が閉まってしまうんで、眠い、ね、ライブ行きたいけどグッズだけでも買いたい、通販してないのかな。あ、JRKB.com、 JRKB のホームページから行けるんじゃないかな。あつし眠いのか。眠くはないです。アツシさんの歌声本当エロくて好きです。ヘドバンとか楽しみ方の一つです。 JRKB のライブの定番の振りとかありますか。あ、振りは全然その日来て何にも考えずに来たら振り付け先導係の秀樹っていうのがいるんで大丈夫です。秀樹をずっと見てれば大体大丈夫です。あ、ライブの DVD もあったね、確かね。今出てる CD にもライブの DVD がついてるんですよ、初回特典は。それはあれなのかな、
流しちゃうと怒られちゃうのかな。ちょっとぐらいいいのかな。ダメか。ダメか。ダメだね。怒られるね。昔のライブ DVD だったら多分見せれるんで。ちょっと見てもらおうかな。とかメンバーから連絡が来ないですけども、その間にねちょっとでもそのライブが怖くないんですよっていうのを見ていただきたいと思います。本当にね怖いライブなんか一回もしたことないんで、あとはね慣れだと思うんですよね。あ、今 TVK テレビ神奈川に出てましたね、見ましたよ、ありがとうございます。あれ誰だろう。もしもし、誰だ。もしもし、今ちょっと生配信中なんでいいですか、後からかけ直します。なんか知らない番号だけど女性だったな。誰だろうこれ。番号言ってみようかな。誰なんだろう。気になる。出会い。彼女かな。彼女だったら出るわけねえだろ。今フリーだし。もしもし。もしもし。もしもし。ハデさん。はいはい。一押しです。今、2枚売れそうなんです。ちょっとごめん、ハデルに変わりますね。ハデル。もしもし。ハデルです。めっちゃ笑ってんじゃん。え、ツイッター見てきたの？ツイッター見てます。ツイッター見て来てくれたの？はい。わお。あ、私充電切れちゃった。充電え？今電話した人？俺に、俺の携帯に電話してきた人じゃないよね。俺の携帯に電話した人じゃないよね。じゃないよね。違います。違います。え、ジュアル KB のライブ見に来たことある？ハデルさん、はいはい、樋口です、すいません、はい、今、あのチタヤのコーナーにいたらですね、うん、ツイキャスを聞いてて来てくれた方がいて、うん、CD を今、買ってくださいって言ったら、あと一押しで買いそうだったんで、今、変わってみたんですけども。あ、一押しですか。あと一押しです、もう買ってくれそうなんですよ。え、買ってくれるって。買ってくれそうだったんで、今、ハデルさんと変わって、うん、あと一押しをお願いしようと思ったんです。あ、ライブに来たことあるかどうか聞いてたわ。来たことない人たちなんだ。ライブには来たことないかって。ライブない、ライブある。2人組で1人はあるみたいです。あ、1人はあんだ。1人は来たことあります。また来てよ。来てよ、11月10日。もう撮ってるみたいですよ。もう撮ったんだ。だったら CD 絶対あった方がいいよ。で、この、いや、その人は持ってるの、CD。うん、1人は持ってんのね。2人のうち1人はライブも来たことある、うんうん、11月10日も来る、CD も購入した、うん。で、その子が自分の友達に進みようとしてるんです、今。なるほど。それはぜひとも、ジュアル KB の CD 買っていただきたい。はい、私は切に願います。はい、で、なので今、買ってもらいたいので、うん、もし押してるんですけども、めちゃめちゃ笑ってるだけで全然買おうとしないんです。買ってくれるんだよね、まあ、でもね。それはね、本人の意思があるからね、やっぱりね。うん、買ってほしいんだよね。うん、あとちなみに秀樹さん何枚なの？あとですか？うん、あと 1,2,3,4,5,6、 あと6枚です。あと6枚ね。そうです、そうです。あのね、もしもし、団地ですけど、はいはい、あのハデルのサインを後日、あの、うん、持ってきた時に入れてくれたらあの昨日買ったあのライブにも来たことある子ももう1枚買ってくれるそうです。そうなの？サインなんてお安いご用ですよ。サインお安いご用だそうです。はい、
じゃあ お友達の分とじゃあ2枚買ってもらいましょう。これはそれはじゃあちゃんと団地が責任持ってね。はい、わかりました。で、あのその子たちと、はい、写真も送ってきてね。わかりました、うん、一緒に写真も撮って。はいはい、あれじゃああと5枚ってことね、はいはい、あと4枚ってことか。これが2、ここで2枚いったら、あれもしもし、頑張ります。あと4枚ってことでしょ。あとそうですね、うん、頑張ります。はいはい、頑張って、あと4枚。はいはい、おお、12時半であと4枚になりました。こちらのですね、渋谷のこのコーナー、こっからあと4枚、こんだけあったよね。でもまあ結構売れてんだな、ありがてえことに。ほんでこう皆さんがこうこのツイッターを見て押しかけてくれて、どんどんこのスペインの方もね、あ俺この人と喋ってたんだ、うわこんな人がライブに来てたらめっちゃ箔がつくな、ライブ行きてえなという、ぜひ来てくださいよ。何を躊躇することがありますか。 CD 欲しい、いや何を躊躇することがありますか。私もサイン欲しいよ、今言ってください、ツタヤさんに言ってください。アツシさん、ツタヤの店員さんとも話して、ああどうなんだろう、怒られないのかな。怒られないんだったら俺は話したいけど。あさって楽しみなんで。チケットいくらですか。いくらだっけチケットって、 JRKB のライブのチケットって。アルバム欲しいけどお金がない。そっか、給料日っていつだっけ、みんなそれぞれ違うか。チケットはまだ余ってますよ、余ってますか、発売したばっかりです。4800円、11月10日 ZEP 東京、すごくいいライブ見せます、いいライブ見せますので、ぜひ来てください、来てください。ライブを見るとジュアル KB の良さが伝わると思うんですよ。ライブがねやっぱね、自分たちもやってて楽しいし、ジュアラーたちもこうものすごく生き生きとした表情を見せてくれるんで、やっぱりライブなんですね。その演奏がうまいライブバンドではないけど、雰囲気みんなと一つになるっていうことで言うと、ジュアル KB は自信を持っておすすめできます。わ CD 欲しいけどお金がっていう人がね、4800円、チケット安いですね。そうなんですよ、まだねその駆け出しのバンドですから。あ、頭振ってます、頭振ってましたね、頭振るんだけど怖くないっていうね、絶対怖くないんですよ、それは保証しますから、絶対怖くないんですよ俺たちの。これは何だろうね、曲が。遠い気で闇焦がせ、あ、来た、もしもし、カデルさん、はいはい、今ですね、あの女の子たちとはちょっと別で、うん、横浜の方から、おこのツイキャスを聞いて、うん、メンバーがいるならぜひということで、この渋谷まで出てきてくれた男の子一人、横浜、横浜から車で、うーわー、ちょっと変わってよ、男の子一人なんですけど、いくついくつ、二十歳の若い男の子ですよ。二十歳の男の子、変わってか、ちょっと変わりますね、うん、ハデル、ハデル、もしもし、もしもし、
あ、こんばんは。こんばんは。え、横浜から来てくれたの？あ、横浜から行きました。うーわー、一人で。はい。え、ジュアル KB のライブはちなみに来たことは？いや、ないくて。ないんだ。ずっと、うん、ツイキャス聞いてて前から。うん。で、本当は、昨日発売やったんで。うん。ちょ、昨日行こうかと思ったんですけど、ツイキャスやってなかった。そうね、昨日やってなかったのよ。はい。で、今日やってるんだったら行ってみるかっつって。ぜひと思って。うーわ、ありがとう。これ聞いて、男子ジュアラーがね、やっぱりね、10% ぐらいしかいないんですよ。あ、本当ですか。だから聞いて、はい、友達誘ってライブ来てよ。いや、はい、ぜひ。ね。行きたいです。はい。あの、今日来てくれたんで、あのメンバー今そこ4人いる？はい、います。じゃあメンバーのロボットダンスをぜひ見てください。あのロボ、はい、あと、うん、運動会行きます。おー、よろしくお願いします。淳の休日運動会、はい、はい、よろしくお願いします。今準備を着々と進めてるんで、はい、お楽しみに。はい、すみません、いろいろありがとね。あれ、運転気をつけて帰んなよ。あ、ありがとうございます、うん、すみません、ありがとう、はい、じゃあロボットダンス堪能してください。わかりました。ありがとね、はいはい、すいません。はいはーい、失礼します。はい。うわー、こりゃ嬉しいね。これは嬉しいですよ。もしもし、ハネルさん。めっちゃいいね。いやー、すごいですよこれ。もっとさ、休みの日とかにさ、一日中さ、はい、やってたらさ、結構な人来てくれそうじゃない？ずっとやってたら。これ思い切ってですね、うん、レコードショップに相談してですね、うん、それのコーナーみたいなの作ってもらって、うん、生配信でね、買いに来るコーナーでしょ、はい、はい、はい、受け答えしますみたいな、うん、でもサインもするし、で、はい、俺もその生配信の機械をそっちに持ってってやっちゃえばさ、俺もそこに行けるじゃん。なんかさ、俺だけさ、このなんか自分家でさ、はい、酒飲んでさ、なんか、はい、うまいお菓子とか食ってさ、椅子に座ってたらなんかさ、はい、すげえ俺だけ一人ぼっちみたいな感じになってんじゃん。まあ、感じも悪いですね、今ちょっと。酒グビグビ、うまいお菓子って言いましたから。酒もグビグビ飲んじゃってるしさ。そうですね、こっちはもう腹ペコ、喉カラカラですからね。マジで。はい、団地なんかもう今死にそうになってますから、倒れてますから。ちなみに今あと何枚なの？はい、あと4枚ですよ。うん、いけそうじゃない？結構いけ、でもあのあれがね、もうそろそろ終電前に人がね、もういなくなってきたんですよ。うわ、でもこっからが勝負だね。あと4人ちょっと頑張って、なんとかなんとかしたいんですけど、うん、あの店内に人がもういないです。あ、外は2時までなんですね、店が2時でしょ。はい、外は、外はちょっとわかんない、出てないんで。外に出たら人いるんじゃない？終電を逃したって人はいるでしょうね。うんうん、って感じじゃないですかね。うん、あんまでもいないですね。あと撮った人の、にはもうあまり人は撮った、買ってくれた人の、うん、写メ送っといてね。はい、送ります。はいはーい。はーい。うわー、これ続々と買ってくれてる感じですけども、非常にありがたい、ありがたいです。横浜からわざわざね、車を飛ばしてきてくれて。まだいませんか？メンバーが渋谷の蔦屋で待ってます。できればね、行っていただきたいですけども、その間にですね、ライブの映像をですね、見ていただきたいんですけども、最後の嘘です。
すれ違い苦しい
ということで JRKB で2曲続けて聴いていただきました。バラードもあるんでね、ぜひライブの方に来てみんなねじっくりと
ジュアル警備のバラード堪能していただきたいと思いますけども、今渋谷の方がですね、なんか蔦屋さんがご厚意で店内の BGM をなんかジュアル KB の楽曲にしてくれてるらしいんで、ちょっとつないでみたいと思います。すごいね、こうやってね、蔦屋さんもあれ、なんかフレームがなんか勝手についなんだこれ、パズルみたいなのが勝手につけられちゃった。はいはい、もしもし、どうもエルザです。え、渋谷の蔦屋さんがジュアル KB の BG をかけてくれてんの？今ね、店内で流してくれてて、ずっと流れてたんですよ、今。あ、もう終わっちゃったの？そう、今ね、ロザリオかな、今かかってんの？今、ロザリオです。聞けないの、それ。まるまる、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。うん、もしもし。はいはい、聞こえます？いや、全然聞こえないです。聞こえないね。うん、でも店内にはかかってんだ。もう店内にかかってます、ガンガン。お店の人でさ、生配信っていうか、うん、仕事中だから喋れないか。ちょっと今、そうだね。そうね、あのレジで電話とかしてますね。うん、それはそうだね。うん、そうですね。どうですか、今枚数の方は変わらず4枚ですか？それがですね、うん、ね、僕ちょっと今トイレ行ってたんですけど、うん、もう今2枚しかないんですよ、もう。え？はい、なんかちょっと売れたみたいで。2枚？はい。え、それ2枚売れたの？2枚売れた感じ。買ってくれた人は、買ってくれた人は、写真写せないの？それが撮れなかったんですよ、それが。ちょっとそれはカップルで来たらしくて、急ぎですぐ帰ってったらしいんですよ。あ、電車？お会いしてね。え？電車？いや、それか、なんか道玄坂のホテルの方に行ったか。いや、だったら急がなくていいだろう。いや、でも急ぐでしょ、それは。ラブホテルそんな混んでねえし。うわ、でもあと2枚ってこと？そうなんですよ。あと2枚どうにかなんないの？ちょっとね、今ね、ちょっと作戦会議でちょっとね、うん、外に1回出てみようかなってことで、ちょっと、ね、店内がね、お客さんが今いないんですよ。もう、だって店内は無理よ、それは。そうそう、なんでちょっと一回外出ようかってことで、今、うん、エスカレーターでみんなで降りてます。あ、何階なのそれ？今2階。ジュアル KB のあれって2階にあんの？2階。そうなんだ、1階だと思ってた。そうそうそう。ちなみに1階はね、ブレイカーズがドンとある感じで。ブレイカーズさんのがあんのね。で、ブレイカーズさんがですね、ベッド出しまして、うんうん、はい、そっちがね、バンとこう目立って、あと反対の入り口はね、うん、メインの方の入り口はやっぱり福山雅治さん。あー、雅さん。それはしょうがない。それはしょうがない。雅さんでしょ？うん、もう。雅さんはしょうがないよね。雅さんって誰だ？いや、福山雅治さんでしょ？トミーズでしょ、それ。いや、雅さんでしょ。トミーズの雅さんでしょ。福山の雅さんでしょ。福山の雅さんの方がですね、こう、大々的にこう、うん、ちょっと今回ですね、10月10日のリリースが多くてですね。あ、そうなんだ。すげえ、もう稀に見る多さらしくて。じゃあ、ジュアル KB のそのコーナーは2階に行かないとないのね。うん、そうです、そうです。2階の方に、うん、でもね、ちゃんとね、やってくれてるんですよ。すごいいい感じでやってくれてるんで、ぜひ、渋谷にお立ち寄りの際は皆さん、ちょっと、でも、蔦屋さん、さ、コーナーのもう CD があと2枚なんでしょ？それさ、写真をさ、あと2枚の状態の写真もさ、送ってくんない？オッケー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 。うん、で、最終的にゼロになるとめっちゃ嬉しいよね。そうだね。うん、ちょっとね、1回写真を撮りに戻りますね、俺。すんまへん。うん、で、メールで送りますんで。はいはい、よろしくです。はいはい、よろしくです。ということでですね、ちょっと今写真もね増えたんで見ていただきましょうか。はい、はいはいはい、こうやってうちの目、あ、これさっき横浜から来てくれた、車で来てくれた男の子ですよ、これ。パズル、これどうやって消すの、周りの。誰かが勝手につけたでしょ、これ俺のに。あ、これか。あ、消えた。ほら、あ、これなんか
JRKB のチケット取った人ですね。うわー、生配信で呼びかけたらこんなに人がたくさん来てくれてですね、あとここにあったこの CD がなんとあと2枚ですよ。2枚。ちょっとね、またおしっこが、ビールを飲んだんでおしっこに行きたいですから、行ってきていいですかね。行ってきまーす。ちょっとこれ見といてください。最後にぶち込んだ言うよね。もう帰ってきてますね、おしっこから。これが JRKB の、昇進マキアートの5人で踊っちゃうバージョンですね。ほら、全然怖くないでしょ。愛、夢、恋、嘘、黒、赤、バーラーです。マスクが歌ってます。
恋はバラ色涙を混ぜて甘く切ない愛に変わってく愛を重ねて焼き出した時ライブ来てよみんな、絶対楽しいから。トン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 、これって本人って来てますけど、どういう質問なんでしょうか。恋はバラ色涙を混ぜて甘く切ない愛に変わってく君は この曲だけ今のところルミカをみんな使いますね。でももっとルミカライトを使える楽曲は増やしたいなと思っています。全然怖くないでしょ、こうやって見たら。はい、夢、恋、嘘、黒、赤、バラ。これ、AKB とかがなんかじゃあじゃあみたいな言うのを聞いて、うわやりてえと思って、それができるような楽曲を作ったんですよね。昇進マキアート、大声ダイヤモンドみたいな感じで昇進マキアートっていうのをね作ったんですけど、これがまたものすごくライブ一体感が増してすごくいいんで、ぜひね、北海道にライブ来てくれたら絶対に行く。北海道ね、今のところ東京、大阪、福岡、今度の土曜日福岡に行きます。東京、大阪、福岡、名古屋か、必ずツアーで行くのはここですかね。北海道はね行きたいですよ。行って森マンの2人とかとも会いたいですけど、やっぱね人数が多くて、まあ、メイクさんとかそういう人と一緒に一行で12、3人になるのかな。その人たちの旅費と宿泊費がね、うちのバンドだと捻出できないんですね、北海道のキャパシティでは。福岡は、ロゴスでやります。ロゴスの、ロゴスじゃないや、ロゴス B1 だったかな。今週のもう土曜日です、13日 B1 でやりますんで、ぜひ。対バンですけどね、ノットランプっていうバンドと2組で対バンなんで、ワンマンライブとはちょっと違うんですけども、ぜひ福岡の方は遊びに来ていただきたいと思います。 B1 だよね、ピーって今エアコン消しました。うん、さあそれではどのぐらいね、写真が一向に送られてこないっていうね。もしもし。もしもし。今ね、2人捕まえたんです。うん、おお、マジ？最後の2人？ちょっとね、交渉があるんで、うん、ちょっと、ですね、多分ね、待ってくれます。マジかよ。これで売り切れじゃん。そうなんですよ。ちょっと後で写真を送るんで、うん、ちょっと待っててもらえますか？待っときます。
はい、売れたらもうすぐにかけますんで。はいはい。はい。すげえ、売れた。残りが全部はけたよ。あの棚がじゃゼロになるってことだ。すごい。これジュアル KB のメンバー4人がですね、今渋谷の蔦屋に行って、渋谷の蔦屋さんがこう用意してくれているコーナー、ジュアル KB コーナーの棚の CD 全部売ってやろうつって今やってたんですけど、それが現実のものとなろうとしております。これね、ここおそらく売れるだろうという、話でした。これは嬉しいし、これ朝からずっとこれやっときたいな、一日中。渋谷蔦屋店の横にこうブースを設けてね、そしたらサインもできるし、いろんな人にジュアル KB 知ってもらえるし、次俺休みがないんだよな、休みをアツシの休日に使っちゃったから11月3日どっかないかな、知りたがり終わりすぐとかでもいいんだよね。でもね、今スケジュール見てるんですけどね、相当入ってんな、10月も嬉しいことですけど、いや、行ける日があるかも。メンバー次第ですね。これはちょっと楽しみにしていただきたいと思いますけど。ああいいね、やれたらいいね本当に。まあ今いつってちょっと言えないんで、やるっつってやんなかったらみんなブチ切れるでしょ。だから今はちょっと詳しい日にちは言わないですけども、もしかしたらこの日だったらいけるかも。仕事終わりで、メンバーはでもみんな仕事してるかな。でも俺とダンチとかエルザとか、まあいける。あ、来ました、売れたんじゃね全部。どうも、報告があります。はい、完売しました。完売しました、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。いや、ですね、最後女性の方2人だったんですけど、もう急いでるってことで、外でちょっとバラッと写真を撮ったんで、今をこれから、秀樹の、携帯の方から写真を松急に送るんで、はい、送ってください。はい、そんな感じで。うわ、あのブースにある CD 全部なくなったの。じゃあそこのブースにあるやつなくなりましたよ。うわすげえ、蔦屋さんも嬉しいんじゃないのこれ。いやいやいや、これねちょっとね、いややっぱね、あのスペインの方の時とかもうめちゃくちゃ嬉しくて、俺が行ったらもう普通にヘッドホンで聞いてたから、もうちょっとね感動しましたね。